万年寺名称、田中久志重作江戸記の和時計の最高傑作。非常に高度で創造的な技術がふんだんに使われている。ものづくり、ものづくり、ものづくりとは、ものを作ること。特に、熟練した技術者が、極めて細かく巧みなものを作ること、小正月の行事で農作の飾り物を作ること、田や畑を作ること、工作。 1990年代後半から企業やマスメディアの間で急速に使われるようになった。ものづくりとも表記される。ものづくりは日本の製造業とその精神性や歴史を表す。現在の日本の製造業の繁栄は日本の伝統文化、固有文化に源を発するという主観である。山戸言葉であるが生産や製造を意味する言葉として盛んに使われるようになったのは 最近のことである。この言葉は、普通は製造業や、そこで使われる技術、人々のことを指す。単純作業での製造ではなく、特に職人などの手による高度な製造の場合に、こういった表現を用いられることが多い。似たような言葉に生産技術や、製造技術という言葉もあるが、これらは、明治期に、西洋のインダストリアルエンジニアリングを訳した言葉で、あり。 西洋文明から入ってきたというイメージを強く感じさせる言葉である。優れたものは海外からという雰囲気がある。一方、ものづくりは山と言葉である。あえて古い言葉を当てることで日本における製造業の歴史性を強調する意図があり、この場合のものとは鉄を意味するという説もある。日本の製造業は海外から入ってきた技術だけで成り立っているのではなく、 日本の伝統技術の延長上に現代の製造業があるという認識で使われるのがものづくりという言葉である。ものづくり大学はこの考え方を多く取り入れているが、大学名はものづくりとなっている。ものづくりは大和言葉であるが、生産や製造を意味する言葉として盛んに使われるようになったのは最近のことである。1980年代以降、 単純な製造作業の拠点は中国などに移り、折しも IT ブームや在宅が流行り、日本の製造業には 3K に代表される工場で、油にまみれる、作業のネガティブな印象が強かった。しかし、1990年代後半から自動車産業を筆頭に、日本の製造業が復活を遂げた。そこで、日本の製造業が、集約型単純労働ではなく、 より高度で精神性の高い技術活動であるとの認識が生まれ、製造業をポジティブなイメージで捉える言葉として、ものづくりという表現が使われるようになった。現在の日本の製造業の繁栄は、日本の伝統文化に源を発するという考え方である。1999年3月19日に、ものづくり基盤技術振興基本法が交付されると、企業や、 マスメディアの間でも広く使われるようになったのである。1990年代後半から日本の製造業の強さは日本の伝統文化、あるいは固有文化に源を発するという考え方が広まった。そこで企業のポリシーを技術の高さではなく、より精神的、歴史的なもので表すことが広まった。最近よく見られる、ウェイというのがそれである。 ありがとうございます。